というわけでユニバーサルスタジオジャパン着きました。これからね楽しんでいきたいと思います。はい、というわけでユニバのお土産屋さんに来ています。ここでねいろんなお土産を買っていこうと思います。はい、ということで夜の大阪の駅です。めちゃめちゃ人が多くいて電気もやばい。まずは鬼滅ゾーンから。高速移動する無限列車がやばかったね。あとは煉獄さんがかっこよすぎたし、かまぼこ隊のみんなもめっちゃかっこよかった。鬼滅のお土産もいろいろ買いました。中でも一番嬉しかったのが完売続出のコーンスナックがなんとたまたま入荷していたことですね。鬼滅のハリウッドドリームザライドもめちゃめちゃ迫力があって面白かったです。また乗ってみたいな。マリオも大好きなんでマリオのお土産もいっぱい買いました。ミニオンコーナーではミニオンの乗り物に乗ったり、あとは写真を撮ったりして楽しみました。ミニオンの置物がいっぱいあったね。ミニオンとあと怪盗グルーっていうキャラクターが写真撮影に応じてくれました。なんかいいね。あとこのフライングダイナソー、これマジでドラゴンボールの武空術みたいな体験できるからみんな乗った方がいい。
頓堀に来ました。大阪といえばこの風景だよね。いろいろ探索していきます。
はい、ということで神戸空港着きました。今からね仙台空港に帰りたいと思います。はい、ということで仙台駅に帰ってきました。今回はねお出かけ動画初の大阪編の動画でした。まあユニバだったからアトラクションの中は撮れずに写真だけのものが多かったんですけど、めちゃめちゃ楽しめました。あと大阪も楽しかった。今回の大阪編はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。